1回戦最初の登場は地元の期待を担う2メートル112キロの巨漢パベル・マイヤー。対するはフランスのキックボクシング王者ジャン・レネ・ファン。さあ、チェコ予選の1回戦第1試合がまずは始まりました。パベル・マイヤー対ジャン・レネ・バンの一戦ということになりますが、ジャン・レネ・バンの方は99年のキックボクシングではフランスチャンピオンということになります。画面右側、こちらは指した成績はないんですが、谷川さん、大きいですね。そうです、2人とも大きいんですけどね、特にパベル・マイヤー選手、2メーター1センチですか。対戦相手のジャン選手も198あるんですよね。そうですね。もう今 K1 出てきても本当にでかい選手として、ちょっと面白いですよね。やっぱり世界には角田さんまだまだいますね、この程度はね。ダメダメって言うんですよね本当に、そうね。なんかナチュラルにね、ここがすごいしっかりしますよね。すごくますよね。だからちょっと膝でかいんですけどね、こういう膝蹴り、体のコントロールがうまいですよ。大きい割にはね、うまく空間を作って取ってますよね。典型的なムエタイスタイルですね、この壁の前の選手は。本当に東ヨーロッパっていうのはですね、本当に西の国はたくさんいると言われてるんですけども、なんか本当にそんな感じがしますよね。そうですね。左カーはコンビネーション、対角のコンビネーションうまいですね、はい、なかなかいい動きをパベル・マイヤーが見せています。さあ第2ラウンドに入って左フック、そして右のミドルキック。第1ラウンドから非常に、角田さん、このコンビネーション、パベル・マイヤーが対策のね、左のパンチから右の蹴りっていう、これだから、もう少し左の蹴りを、うまく使えるとね、もっと応援しましたね。さあ、そして飛び膝、今のも、あれ、全体が落ちてましたね。今度おっと、左のハイキック、ありましたね。強烈な右のハイキック、パベル・マイヤーの右ハイです。一発一発、本当に他によくありますね。アーツのハイキックでもうまいかもしれないですね、使い方が。そうですか。そしたら重そうなキックですね、またね。スピードがあって、ヘッドがちょっとワンテンポ遅れてから出てくるんで、その分ヘッドスピードがこうなんか出るんですよね。右ですね。強烈な右、パベル・マイヤー。ご覧ください、この右です。シンプルですね。これはあれですね。昔、熊殺しウィリーが2階から打ち下ろすパンって言ってましたね。3階ぐらいから打ち下ろしましたね。パベル・マイヤー、フランスチャンピオンを下して1回戦突破。第3試合はフランスのパリー・アイダウア。迎え撃つのはムエタイを得意とするチェコのピーター・ホラック。ムエタイスタイル同士の対決となったこの試合、調整不足のアイダウアに対してホラックは首を取ってからの針のような膝攻撃を繰り出す。容赦のない膝入れの連続にダウンを重ねるアイダウア。最後はアイダウアのスタミナ切れでホラックの TKO 勝利となった。ウクライナからは昨年のベラルーシ予選準優勝のセルゲイ・アルヒコフ。対するはキックボクシングギリシャ王者のダニエル・ビチコブスキー。さあ、1回戦最後の試合ということになります。セルゲイ・アルヒコフ対ダニエル・ビチコブスキーの対戦ということになりましたが、谷川さん、このセルゲイ・アルヒコフ、画面左側のこのブルムトランスの方ですが、こちらベラルーシ大会の準優勝者ということですね。そうですね。去年僕実際現地で生で見たんですけども、サソリ男君、アレクセイ・イグナショフと決勝を争ってですね、もともとウクライナの選手なんですが、イグナショフと同じ系統のジムのコーチに教えられた選手で、これ見ても分かるように典型的なムエタイスタイルですね。で、7選手しかやってないんですけど、この選手はかなり動向が強いですから。そうですね。逆に言うとこのダニエル選手もね、60戦やってるという経歴を見るとですね、かなり試合経験は豊富だなって感じがするんですけどね。60戦50勝 WTK のギリシャチャンピオンという肩書きのビチェコブスキー、ダニエル・ビチェコブスキーです。でもダニエル選手ちょっと圧力抑えてますね。ちょっと立ち方がね、内股なんですね。こちらですね、ビチェコブスキー。はい、ボクシーが膝に落としました。右ストレート、右ストレート、セルゲイ・アルヒコフの右ストレート、これはダウンではありませんね。取りませんけど、結構ダメなんでしょうね。とにかくアグレッシブな攻撃にちょっと圧力を押されてますよね。また右ストレート、これはわずかに外れたが、また膝、もうほとんどグロッキー状態。ダウンこそ取られていませんが、取りませんね。
ダウン取ってもおかしくないですね。あの間違いではないと思うけど、はい、そうダウン取られてもおかしくないですね。しかしこれはセルゲイ・アルシポフが圧倒的な強さを見せました。やはり判定は文句なし、セルゲイ・アルシポフ1回戦を突破、準決勝進出を決めています。豪快な KO で勝ち上がったチェコのパベル・マイヤーと息をもつかしのラッシュが武器のアンドレイ・ズラウコフの対決、勝つのはどっちだ。準決勝の第1試合はパベル・マイヤー対アンドレイ・ズラウコフの対戦ということになりました。これなんかマスコミ的に見るとですね、このパベル・マイヤー選手っていうのはすごいなんか売れそうな選手に見えますね。この連発スタイルがね、顔もいいですよね。構えがいいです。あ、今左の蹴りがいいですね。これですよ、この左の蹴りをね、もう少しね、あの有効的に使っていくとね、うん、左の蹴りをこれだけでかい選手に左の蹴り使われると、でかい割に鋼のような筋肉してますね。すごい見栄えもいいし、バランスもいいですね。バランスいいですよね、蹴りのバランスですね。この体型がね、打撃系格闘技にもう本当に向いてる体型ですよね。またハイキック、しかしこれはうまくよけたが、またここで膝が飛んでくる。この畳み込み方もいいですね。とてもこれまでに大きなこの戦績残してないというのは不思議なぐらいの戦績ですね。まあ本当に東ヨーロッパって、やっぱりムエタイスタイルが多いですね、こうやって見ると。そうですね、ムエタイスタイルの技術に本当に忠実なね、そうですね、組んでから止まる選手少ないですよね。組み相撲から膝を当ててきますね。うまく空間を作ってね、はい、はい、本当にこうやって世界で予選を始めてですね、こういう東ヨーロッパの選手が出てくると面白いですよね。去年のイグレッションもかなり今年はやると思いますしね。出てきた膝ですね、得意だから。パベル・マイヤーのこの膝は非常に脅威、リンチありますよね。ちょっとズラウコフのこのベラルーシの CA もなかなか中に入れませんが、圧倒強烈。でも今の左のあのヒットパンチは良かったですね、飛び込み方は。結構飛び込んできますね、この選手ですが。これお互いに行きますね。さあ、第2ラウンド、ちょっと試合が動いてきた。もう打ち合いに入りましたね。あれ左のフックからちょっともう少し右のローキックでね、内角を攻めておいてね、このちょっと角度変えるとね、うまく決まるんですよね。上から強烈なパンチですが、まあ、相手の選手は敵にボクサーですね、ボクシーの敵ですね。あと右のハイキック、入りましたね、タオルですね。その前のこれは膝が決めてるんですね。入りましたよね、スマイルの締め方が、クリズモの。入ってますね。これは倒れた勢いでどっか打ったのかと思いましたけども、そうじゃなくて空中でもうノーシュート起こしますね。ここでもう失神してるんですね。すごい選手だな。いや、これは驚きました。パベル・マイヤー、強烈な強さ、決勝進出。昨年ベラルーシで行われた予選でも活躍したアルヒポフ、一方地元チェコの大会とあって是が非でも決勝に駒を進めたいポラック。互いの1回戦での戦いを知ってか知らずか慎重に構える両者。ポラックは得意の膝を狙うものの決定打が出ない。一方アルヒポフも首を取ってからの接近戦を狙う。スタイルも近く実力も拮抗した2人、お互いに探り合いの精神戦が3ラウンドまで続いた。結局僅差の判定でアルヒポフが決勝に駒を進めた。21世紀の K-1 グランプリ最初の本戦出場を決めるのはどっちだ。チェコ大会のファイナリスト、それから地元チェコの応援を一心に受けまして、パベル・マイヤー入場です。2試合連続のスタート勝ちで決勝の舞台に臨みます。ウクライナムエタイヘビー級チャンピオン、ベラルーシ大会準優勝の実績もあります、セルゲイ・アルヒポフ入場です。セルゲイ・アルヒポフ。さあ、勝った方が
海を渡って日本へ向かうことができます。パベルマイヤー対セルゲイ・アルヒポフ。このパベルマイヤーは1回戦2回戦ちょっとインパクトがあまりにも強かったんですけど、この決勝戦のセルゲイ・アルヒポフはすごい上手い選手ですから、この選手に対してどう戦えるかって僕ね、進化を問われると思うんですよね。そうそう、親戚な試合ということになりますね。去年のベラルーシなんか見てもですね、イグナショフもかなりこの、セルゲイ選手に苦戦しましたから、左から右の、はい、パベルマイヤーです。赤いトランクス、本当にヘビー級のムエタイ同士の対決ですね。かなりこのチェコ大会それほど大きな期待は寄せられてなかった地元のこのマイヤーですが、あっという間に角田さん、これはもう地元のファンの心をつかみましたね。大変な面ですね。こうやってあの棒を味方につけてバトるんですよね。発想家というものはあるんですね。これは勢い持ってますね。これはバンドありますね。まあ、でも精神的なプレッシャーというのはかなりセルゲイ選手感じていると思いますよ。右ストレート、おっと、アルトフの右ストレート上がった。うまいですよね、この選手も。なるほどね。まっすぐインサイドから伸びるんですよね。ストレートですね、もう完璧に。ただ、このパベルマイヤー選手は、多分、本当に経験積んだらすごい選手になるでしょうね。これもね、下手すればピーターズクラスの選手になる可能性十分ありますよね。27戦、23勝、まだ25歳ですからね。まだまだ伸びる余地はたくさんありそうな選手、左低くさあ、接近戦になった、また首相撲から膝をというところでしたが、パベルマイヤー。だからこうやって見るとね、やっぱりなんかちょっとマスコミ的に考えちゃうんですけど、不能がありますよね、パベルマイヤーの方が。身体能力も僕、下手したらアーク上回るんじゃないかな。そうですか。アークはあの、またいた、キックボクシングのね、センスは素晴らしいですけど。まあ嫌がってますね、完全に一人で。あんまりこういうムエタイスタイルを全面に押させる K-1 ファイターっていうのはね、首を入れるよりはいなかったですね。ないですね。だから一つの浮き足ヨーロッパの特徴ですね。これはちょっと楽しみですが、さあ日本へのチケットをパベルマイヤーそのまま掴むことができるか。この試合も圧倒的有利な状態で試合を進めています。大変なこのパベルハキムマイヤーへの声援です。地元チェコから、さあ日本へ向かうか。やっぱどうしても体がある分だと圧倒して見えますよね。特にこういう人が大きい選手は、首相撲からの膝蹴りが有利ですから、同じ膝蹴りが得意でも、やっぱり、パベルマイヤーならよく打ちちゃいますね。最後、パワーで振り切っちゃいます。あのね、重心の立ち方がね、うまいんですよ。そうそう、余分な力を使わずに、テクの原理を使って、自分の体重をうまく相手のその、頸椎とかね、関節の曲がる部分に全部かけ上げていってるから、おっと、バッカンで、が出ますね。手数多いですね。いろんな攻撃ありますね。あれ、離れた時に、かけるのが早いですよね。今の首相撲ですよ、あの首相撲1セットじゃないですよ。いい試合だ。ここで試合が終了。いい試合ですね。両手を上げています。パベルマイヤー勝利を確信した。いやこれは強敵な谷川さん強さを見せつけました。楽しみですね。今パベルマイヤー勝ち名乗りを受けました。チェコ予選優勝はパベルマイヤーです。皆さんどうですか。楽しみですね。取れたね。本当に楽しみです。パベルマイヤーチェコ大会を制しました。2メートルの長身から繰り出される重くて伸びのあるハイキックは破壊力満点。そしてまるで軽量級の選手のような意表をつく飛び膝蹴り。さらに相手を抑えつけての膝攻撃。恵まれた体格、パワー、テクニックと3拍子揃ったパベルマイヤー。